博物館の正面ピーボディ考古学民族学博物館はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学付属の大学博物館。ピーボディ考古学民族学博物館は西半球最古最大規模のコレクションを有する。120万点を超える資料50万点の写真を所蔵する。アメリカ大陸に関する資料が最も充実しているが、 コレクションは世界各地に及ぶ。博物館はルイス・クラーク探検隊の収集物を所有している。ピーボディ博物館出版局からは多様な書物や観光物を出版している。1888年から1984年まで、ペーパーズ・オブ・ザ・ピーボディ・ミュージアム・オブ・アメリカン・アーキオロジーエスノロジーを 1896年から1980年までメモワーズオブザピーボディミュージアムを1917年から1932年までハーバードアフリカンスタディーズを発行していた1981年からはレスアンソロポロジーエステティクスを発行しているピーボディ考古学民族学博物館は1866年に アメリカ合衆国最古の人類学博物館として、ジョージ・ P ・ボディの出資によって設立された。はじめは先コロンブス期の南北アメリカ大陸の生活を知るための探検を行って、資料を収集し、また他の文明の資料を比較のために購入した。生きた文化の民族史学的研究も早くから始まった。博物館の建物は1877年に完成し、 1888年と1913年に増築された。1900年代初頭までに研究対象はアメリカ大陸から世界に広がった。1906年からウィリアム・カーティス・ファラビー率いる南米探検を行った。20世紀初めにはテオベルト・マーラーによるマヤ遺跡の写真が P ボディから出版された。カーネディ研究所は1910年代から長期に わたって、メソアメリカの遺跡の調査発掘を行ってきたが、1958年に、同研究所の歴史研究部門が解体され、その資料は、ピーボディが引き継いだ。1968年からは、イアン・グレアムを主任とする、マヤ新生文字非文修正の作業が、ピーボディで開始された。この作業は、現在も続行中である。 1957年にはロバート・ガードナーによって映画研究センターが設立された。現在は P ボディから独立している。ありがとうございます。